狩り、頑張ろうね。頑張るものなの。ミナトさんとサヨさんはどうして今日ここに？ええ、本当に偶然が重なったという感じなんですが、リミリンと約束した日、ちょうどあの後ロゼリアのみんながお店に来てくれたんだ。そうだったんだ。ロゼリアの皆さんも練習の後にコロッケとか食べるんですか？いえ、宇田川さんがお家からお使いを頼まれたとのことで一緒に立ち寄っただけです。その時ちょうど北沢さんに誘っていただいたんです。綺麗な景色を見ることは創作にも活かせそうだと思ったの。他のメンバーは残念ながら予定があって来られなかったのだけれど。へえ、それで今日来たんですね。御嶽さんは牛込さんから？まあそうですね、私もその華道や曲作りに活かせるかなと思ったんで。ポピパのみんなは予定があって来られなくて、やってるランちゃんなら興味があるかなと思ったんだ。今日はいい一日にしましょう。はあ。早速紅葉を見に行きますか。他にもいろいろな催し物をしているようですが。わあ、本当だ。草笛体験に竹とんぼ、カヤックもある。全部楽しそう。さよ、今日は何か計画はしてきていないの？急なお誘いではありましたし、今日は牛込さんの動画撮影という目的が最優先かと思いましたので。はあ、わざわざすみません。せっかくだし何かやりたいものありますか？私は、まあ、何でも。牛込さんは何かやりたいことはない？お姉さんへのビデオを撮るんでしょ？普段はひまりとかともえが言ってくれるから助かってたけど、このメンツってどうしよう。どうしよう。やりたいことはたくさんあるけど、普段はかすみちゃんやさやちゃんがまとめてくれてたから。私やはりある程度調べて計画を練ってきた方が良かったかしら。反省しなくては。学年では私と湊さんが先輩だし、まとめ役を。いいこと思いついた。え、どうしたの？今からみんなで目を閉じて葉っぱを一枚拾ってみようよ。それが最初にやってみること？それで拾った葉っぱで黄色が多かったら草笛体験、赤が多かったらカヤックやろ。なんだか楽しそう。やってみよう。じゃあみんな目を閉じて。ズルはダメだよ。え、本当にやるの？さあさあ、ランランも目を閉じて。あ、わかった。ま、決まらなかったしちょうどいっか。一枚拾えばいいのね。それじゃあ。北沢さん、拾えました。それじゃあみんな目を開けて。せーの。黄色が3枚に赤が2枚かな。それじゃあ最初は草笛体験に決定。待って、私の拾った葉っぱちょっと赤みがかってない？確かにこれはグラデーションがかかっているわね。難しい。確かに赤にも見えるね。これは赤と黄色の面積を測ってみますか？ごめん冗談だって。確かにこれは黄色だと思う。裏側見て、ほら。本当だ、裏側は黄色だね。なんだ、急にびっくりしちゃったよ。ごめん、なんかこうやって決めるの面白くて。だからっていきなり真剣な口調で言われたら驚くわ。でもこの決め方とっ